こんにちは、ひなのです。さきるです。今日はオービーズのスクイーズを作ります。イエーイ。材料はオービーズと風船とペットボトルです。じゃあ作ります。じゃあペットボトルの中にオービーズ入れていこうか。よーし。やっぱりプルプルね。スクイーズどんなになるのか。ウィーン、跳ねるね。紫。やっぱ青は綺麗。透明と黄色と紫ばっかり入ってる。ブルン。あー入らへん。ジロジロ。ルー。うわお。透明。ブルブン。かけるのもカラフルじゃんか。ブルブン。次は風船を膨らまします。これぐらいでいい。はぁ、あ、破裂しそうで怖い。これぐらいでいいか。次はこれを3回ぐらいひねります。いい。はぁ、あ、じゃあ次はここをっと。そう。おお、いい感じ。よし、じゃあこれにオービーズを入れる。せーの。はい。うわ。あれ。はい。あれ。あ、入った。ポインポイン。で、そこをクイッと。できました。じゃあ次は逆さに向けてオービーズを入れていきます。よし、いいよ。くるん。うわー全部入った入った。じゃあ風船を取ります。で、空気を抜く。最後水がめっちゃ飛んできた。わシャワーみたい。うわー中に入ってる。これをくくる。できました。うわめっちゃブニブニしてる。中身はブニブニ、なんかボコンボコンなってる。これ色がすごい見える。気持ちいい。いろんな色がある。カラフル。うわ。オービーズが入っててこんなもちもちになる。すんごい気持ちいい。プニプニでたまんない。じゃあ絵を描いてみよう。ブータボクシング。くるくる回ってる。おぉ入った。色が綺麗。豚さんでもできました。ドラえもんでも。これもすごい。今日はオービーズのスクイーズを作りました。みんなも作ってみてね。チャンネル登録とグッドボタン押してね。バイバイ。また見てね。